皆さんこんにちは。本日はですね、2023年の上半期私個人のベスト20小説を紹介していきたいと思います。それでは本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、では紹介の前になんですけど、一応上半期なので1月から6月に読んだ本を紹介しようと思ったんですけど、私が3月から配信を始めたので、ちょっと1月と2月にも小説は読んでいたんですけど、何の小説を読んだっていうのをメモを取っていなくて、ちょっとそこがあやふやなところがあるので、今回は上半期というタイトルにしているんですけれども、3月から6月末までに読んだこの4ヶ月間で集計を取って、自分的に面白かったなって思う本をランク付けいたしました。で、ほとんどの本についてはもう紹介しているものが全部になると思うので、今回は書評という部分は割愛させていただきます。概要欄にそれぞれの本の購入先リンクと一緒に紹介動画の URL も載せておきますので、もしご興味がある方は見ていただけると嬉しいです。それでは早速紹介してまいります。第20位アントガーデン。それぞれが大切な人のためについた嘘、その嘘が全てつながった時、あなたは何を思いますか。第19位全てが F になる。超天才の主人公が密室殺人を解き明かします。私が今まで読んできた中で一番綺麗なミステリー小説でした。第18位貨車。クレジットカードが引き起こしたある事件、犯人像が全く描かれない中、犯人がパーッと浮かび上がった瞬間、この本を読んでよかったとなります。第17位ナルセは天下を取りに行く。破天荒な主人公がひたすら我が道を進みます。ぜひ元気が欲しい方に読んでいただきたい一作品になります。第16位噂。ある企業が流した噂が現実となって殺人事件が起こります。解決したと思いきや、最後の一文でひっくり返る驚異的などんでん返しミステリーです。第15位ゴリラ裁判の日。知能の高い手話のできるゴリラが夫を殺されます。人間を助けるためだから仕方がない、人間はそう主張しますが、ゴリラに果たして人権はあるのか。手話の使えるゴリラが人間に対して裁判を起こします。第14位余命1年男を飼う。癌と宣告され余命が1年の主人公、貯金が有り余っている彼女が思いついたのは、そうだ男を飼おう。奇妙な2人の生活に心が温まります。第13位世界で一番透き通った物語。ある有名作家が死んだ後、息子が遺作を探します。その遺作の名前が世界で一番透き通った物語。主人公が手に取った時思ったこととは、そして読者側もこの本を読み終えた時に、世界で一番透き通ってる物語を読めたなとなります。第12位私は女になりたい。とてもリアリティのある恋愛小説です。年の差を気にしていろいろな弊害がある中、一体何を思うのか。そしてタイトルの私は女になりたいとは。第11位爆弾。連続爆破事件の犯人と思われる奇妙な男と警察の長い事情聴取が始まります。この事情聴取の中で犯人はちょこちょこヒントを残しています。果たしてあなたはこのヒントを頼りに次の爆発場所が分かりますか。一緒にぜひ推理してみてください。第10位怪物。ある一つの事柄が母親目線、教師目線、子供目線の3視点で描かれています。起きた事柄は同じなのに視点が違うだけで全て事実が異なります。これを読んだ後の胸の苦しさ、そして怪物、この怪物というタイトルの怪物は一体何なのか、いろいろと考えさせられる本でした。第9位幽霊人命救助隊。自殺したはずの自分が天国へ行けない、天国へ行くには幽霊となって人を助けなければいけない。果たして幽霊は人を救えるのか、無事に天国へ行けるのか、心の温まる作品です。第8位夜空に浮かぶ欠けた月たち。あるメンタルクリニックでは毎日いろいろな患者さんが来ます。きっと日常生活でこういうことが困っているんだなというようなことが身に染みてわかる作品になります。第7位カエル男。猟奇的な連続殺人事件の話です。こちらも推理しながらぜひ読んでみてください。私の中で大大大大
大どんでん返しでした。第6位、プラハの春。1967年のプラハの出来事です。共産主義から自由化を求めた若者たちの熱気、その中で起こる一つの国際的ラブロマン、今まで読んだ小説の中で一番美しい小説でした。第5位、潔白。無実を主張しながらも死刑を執行された父親、数年後娘が父親の無罪を晴らすべく検察を相手に立ち向かいます。果たして真実は何なのか。真実が浮かび上がった時、きっと心がとても動きます。第4位、白夜行。大阪で起きたある殺人事件をきっかけに数十年にわたって描かれる男女の物語。この男女は一体何を考えているのか、小説を読むだけでは全く分かりません。この独了感はこの小説でしか味わえないものだと思います。はい、それでは一旦第20位から第4位までを紹介させていただきました。結構動画内で、まあ、この作品私好きだったなとかいろいろお伝えしてたと思うので、なんとなくこの本は入ってるんじゃないのかなとか、動画をよく見てくださってる方だったら推理できたんじゃないのかなと思います。で、一応個人的に面白かった小説のランキングなんですけど、1作品だけめちゃめちゃ面白かったんですけど、ここの中に入れていいものなのかって迷った小説というか本ですねが1冊ありまして、それが愛するよりも愛されたい、万葉集を現代語訳したこの本になります。小説でも何でもなくて、単純に万葉集を並べんなんですけど、並べんで翻訳したそういう作品になるんですけど、面白さっていう面白さって、その私が今まで紹介した中では、うわこの本めちゃめちゃ面白いみたいな、そういう感じだったんですけど、この愛するよりも愛されたいはファニーの方なんかもちょっとキラキラ笑っちゃうような、そういう作品でした。結構さらっと読めますので、もし気になる方お手に取っていただけたらなと思います。それではベスト3の発表です。第3位、同志少女よ敵を撃て。1942年に起こったドイツとソ連の戦争、その中を駆け巡る一人の少女の物語です。今の世界情勢とつながる部分があり、とても胸が痛んだと同時に、颯爽と駆け抜けるこの少女に強く尊敬の気持ちが湧きました。何とも言えないこの感覚でも面白いと思える作品、ぜひ今この情勢が気になる方お手に取っていただけたらと思います。第2位、最後の祈り。教会士という職業を知っていますか？娘を殺された男、反省の色が見えない犯人、自身がその犯人の教会士となって生きる希望を与えた上で死刑を執行させたい、史上最悪の復讐劇が始まります。私が教会士という職業を知った、興味を持ったきっかけの作品になります。はい、そして第1位がこちらの作品になります。デフボイス、法廷の手話通訳師。耳が聞こえ手話のできる主人公、手話のできる主人公はろう者が起こしてしまった事件の裁判に法廷の通訳師として参加します。法廷通訳師としていろいろな事件を調べていくうちに、この事件と昔の事件がつながっていることが判明します。自分の中で最高の感動の社会派ミステリーでした。はい、それでは本日は私が上半期に読んで面白かった小説ベスト20を紹介させていただきました。自分でも振り返ってみて、やっぱり社会派ミステリーが好きっていうのがあるので、社会派ミステリーがすごく多かったなと思うんですけど、それ以外にもいろいろなジャンルが読むことができたので、とても良かった上半期だったなと思います。下半期はですね、まあ、自分がやっぱり読みたいなって思う本もそうなんですけど、せっかくこうやって動画を見ていただいている方が徐々に増えてきましたので、皆さんのおすすめの小説っていうものも紹介していけたらなと思います。また私事ではあるんですけれども、3月に動画の
配信を始めてまだ4ヶ月程度しか経っていないんですけれども、すごいたくさんの方に登録いただいて、たくさん見ていただいてすごく嬉しいなと思っています。正直全然見られないんだろうなと思ってたので、自分の想像の本当に5倍ぐらいは見ていただいてるので、すごくすごく嬉しいです。ぜひこのまんま頑張って登録者も増やしてっていうこともしていけるように、いろんな企画とか考えれたらなと思います。なのでぜひ皆さんがこういう企画見たいなとか、そういうものもあったらすごく嬉しいので、教えていただけると嬉しいです。はい、では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。次回の小説紹介もお楽しみに。